お、そらきろ。どうも、アルプチャンネル管理人のトヨです。いや、アロワナ界の一級呪術師、東堂葵です。皆さん、好きな漫画ありますか？私ね、最近ハマってる漫画があるんですよ。タイトル、この動画のね、タイトル、見れば分かると思うんですけど、ドラゴンボールが大好きなんですけど、はい。トイの冗談はさておいて、呪術廻戦ね、キヨさんも、最近すげえハマってるんですよ。いやー、面白いっすよね。もういろんな漫画のパクリなんてね、すごい言われてますけども、はい、中でもね、やっぱ好きなキャラクターが、あれですね。全員当時。いや、もうかなりね、私でも大好きですわ。ちょっとこう、悪態ついてすげえ強い感じ。もうかなり私大好きなんですけども。ということでね、今回はね、ちょっと呪術廻戦のね、ある特級呪物をね、私ね、入手しました。はい。それがね、こちらです！じゃじゃーん！はい。分かる人はきっと分かると思うんですけどね、これ呪術廻戦でね、出てきた獄門鏡っていうね、封印するアイテムなんですよ。対象をね、この中に封印しちゃいますみたいなやつなんですけどもね、はい。実はね、今回ね、この中にね、もうとんでもない呪霊がね、もう封印されてますわ。このね、一級呪術師のね、キロさんがね、封印したね、呪霊がこの中にたんまり入ってます。はい。気になるでしょ？どうせお前なんかしょうもねえもん入ってんだろうなんて思ってるでしょ？甘い相撲をね、もう現代にね、生きる呪霊。それがね、今回この中にね、たんまり入ってますから、もうドン引きするレベルで。はい、お、反応してるな。さすが俺の知り合いアロヘ。やるやん。気になる。じゃちょっとね、今からね、こちらの獄門鏡をね、ちょっとね、解放していこうと思うんですけどね、獄門鏡って皆さん知ってますか？普通の方法じゃ無理なんですよ。これ封印解くの。獄門鏡裏っていうね、もう一個アイテムが欲しいんですけどね。そのアイテムがね、こちらです。はい、獄門鏡裏。頭の悪くてね、知性が低い人にはね、普通の虫取り籠に見えるんですよ、これ。はい。ちゃんと貧困法制整ったね、すごい常識ある人にはね、獄門鏡裏に見えますから。はい、ちょっとね、さっきのね、獄門鏡をね、ちょっと開放してね、こちらにちょっとね、中身をね、ちょっとね、開封していこうと思います。はい。はい。ではですね、ちょっと今からね、こちらの獄門鏡裏にね、こちらの獄門鏡をね、ちょっと開封して中身をね、移していこうと思います。はい。もうこっちに移す前にさ、お前普通にこんなかの普通に見せ破りじゃんと思うじゃん。ね、ちょっとうかつに開けるとちょっと危ないんですよ。ちょっとうかつに開けるとね、ちょっとね、かなり厳しいので、ちょっとじゃあやりますね。はい。獄門鏡裏解放。はい。はい、OK です。はい。いきますよ。ちょっとちょっとね、閲覧中なんでね。はい。ちょ、怖っ。獄門鏡解放。あれ、いね。ゲジゲジ。お前、ちょっとお前、おい、そっと、おい、おい、やめろ、おい、ふざけんな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 、よっと、あれ、いかがです、
はい、今回のね、あの入ってる生き物はね、こちらのゲジゲジです。はい見えるかな。あのね、この中にね、たっぷり入ってるんですわもうとりあえずお前入っとけ、ほいっと、よしオッケー。ちょ待て、一匹逃げたよな。ちょっと待って、待て、おい、どこ行った、ゲジゲジ、いた、逃げてじゃねえよお前、行方不明やんけ。ちょっと待て、おい、ちょっと待って、おい、いた、あぶねえあぶねえ、一匹でも逃がしたらね、俺のあの生活がね、あの脅かされるんすわ。はいはい、ですね、ちょっとあの獄門鏡のサイズがね、あの小さかったので、はい、ちょっとね、あの大きめのね、ちょっとゴケモン鏡を用意しました。はい、よしじゃあね、ちょっと今からね、ちょっとあのこちらのね、中に入ってるちょっと呪霊をね、封印しますよ、もう今一度。はい、出てこい。はい、おーい、またかよお前、脱走してんのお前、ちょっとまた脱走してますねお前、なんでやねん。ちょっと待てなんで食べる？アロヘ。ほい。お。お、食いましたね。よし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 。よし。はい、無事にね、封印成功しました。はい。私ね、仕事中すげえ暇でね、ゲジゲジをね、ちょっといっぱいいるポイントを見つけたんでね、ちょっとね、もう片っ端からね、とつかんできました。はいすごいでしょ。いやまさに呪霊やな、ゲトースグルがね、使えそうっすよね。はいよし、じゃあ早速ね、食わしていきますわ、俺の式神に。はいはい、じゃあね、今からこちらのゲジゲジをね、アロヘイ君に食ってもらいます。食べるかな？ゲジゲジ。まあ食いますよね、普通に虫だから食わねえかな。おお。沈んでるのは食わねえかな。あ、反応した、オッケー。いやー、はい、無事成功と成功もクソもねえけどなはい、いやマジね、脱走した時ちょっと結構さすがにね、焦りましたよね。はいしょうもねえな本当にはい、うまかったか、アロヘ。いやー、まあ俺普通にゲジゲジとかつかめんですけど、さすがにちょっとね、部屋の中に逃げられるのはきついっすよねまあなんとか無事捕まえましたけど、はい、よかったっすわ、なんとか。はい、いや本当よかった、マジで。
はい、というわけでね、今回はですね、呪術廻戦のね、獄門鏡にね、呪霊のね、ゲジゲジをね、封印してね、それを獄門鏡裏に移して解放してからね、あの平君に食ってもらいました。はい。よかった、マジ無事払えて。はい、今後ね、いろいろな動画を投稿していこうと思うんで、よかったらね、動画の高評価よろしくお願いします。はい、ではね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。